18日午前10時過ぎ、歌舞伎俳優の市川猿之助さんが東京目黒区の住宅で市川さんの両親と共に倒れているのが見つかりました。市川さんは病院に搬送時意識があったということですが、父親と母親は死亡が確認されました。捜査関係者によりますと、18日午前10時過ぎ、歌舞伎俳優の市川猿之助さんが目黒区目黒の住宅で、市川さんの両親と共に倒れているのが見つかりました。市川さんのマネジャーが迎えに行ったところ、3人が倒れているのを発見し、市川さんの意識が朦朧としているなどと、119番通報したということです。市川さんの母親はその場で死亡が確認され、市川さんの父親も搬送先の病院で死亡が確認されました。市川さんは搬送時、意識があったということです。警視庁は詳しい状況を調べています。香川照之さんと市川猿之助さんの関係は、いとこになります。そもそも、市川猿之助という芸名は、江戸時代から伝わっていました。江戸時代当時、まだ目立った実績がなかったため、香川照之さんの父親の猿翁さんが、三代目、市川猿之助です。香川照之さんが3歳の頃に離婚しており、母親に引き取られたため、歌舞伎の家から出ています。そのため三代目、市川猿之助さんの弟である、四代目市川段四郎の長男、よろこのし高彦さんが四代目、市川猿之助オムに襲名することになりました。香川照之さんは、息子である市川段子に猿之助を継がせるために、46歳にして歌舞伎界にデビューを決断したと伝えられています。香川照之さんと市川猿之助さんは、腹違い兄弟のようにそっくり。このように話題になっているのは、7年ぶりの続編が7月19日にスタートした。TBS 日曜劇場、半沢直樹での共演がすべて。新シリーズのドラマでは、半沢直樹の敵役で好評の、香川照之さんが演じる、小和田暁に加えて、市川猿之助さんが演じる、伊佐山大尼か、登場してすぐに視聴者の興味をつかんだのです。次の二人の表情は打ち合わせでもして、わざわざ似るように寄せたんじゃないかと思うほどです。香川照之さんと市川猿之助さんは、腹違い兄弟のようにそっくり。このように話題になっているのは、7年ぶりの続編が7月19日にスタートした。TBS 日曜劇場、半沢直樹での共演がすべて。新シリーズのドラマでは、半沢直樹の敵役で好評の香川照之さんが、演じる、小和田暁に加えて、市川猿之助さんが演じる、伊佐山大尼か、登場してすぐに視聴者の興味をつかんだのです。次の二人の表情は打ち合わせでもして、わざわざ似るように、寄せたんじゃないかと思うほどです。鶴瓶さんの A スタジオプラスに、出演した時に秘密を明かしていました。すべては、市川猿之助さんがお願いして、香川照之さんに教わったそうです。現代語を喋ると、どうしても歌舞伎町になる、ということで、香川照之さんに見本を録音してスマホで、送ってもらっていた、という話でした。撮影予定がないのに香川照之さんは、市川猿之助さんの演技を見に、来てくれるほどだったとも言っていました。その時、歌舞伎ではこうなんだけど、ここはこうやった方がいい、と、論理的に説明してくれたんだそうです。というわけで、市川猿之助さんの伊佐山大尼は、香川照之さんにそっくりになるのも当然なのでした。香川照之さんと四代目、市川猿之助さんの不仲は嘘です。香川照之さんの両親の家庭の事情によって、香川照之さんと四代目、市川猿之助さんは、会う機会がなかったというのが真相になります。香川照之さんの父親は、三代目の市川猿之助さん。母親は女優の浜優子さんです。香川照之さんが3歳の時に、三代目の市川猿之助さんと、浜優子さんは離婚しています。香川照之さんは母親の浜優子さんと共に、歌舞伎の家から出たため、
四代目の市川猿之助さんと出会う機会がなかったのです。香川照之さんと四代目の市川猿之助さんを引き合わせたのは、二人にとっての祖母で女優であった高杉早苗さんのお墓参りになります。いとこでありながら初対面でした。その時から二人の交流は始まります。歌舞伎役者で俳優の市川猿之助さん。そんな市川猿之助さんは2023年現在47歳ですが、結婚しておらず、妻や子供がいません。歌舞伎役者は跡取りのために、結婚して子供を作る方が多いと思います。結婚しない理由が気になりますね。早速、市川猿之助が結婚しない理由について、チェックしてみましょう。2017年2月7日に放送された、巷の話に出演された時のこと、鶴瓶さんに結婚しない理由を聞かれていました。結婚は？結婚って面倒くさいじゃないですか。絶対、家に帰って誰かいとかないと。セコムでいいじゃないですか。今は話す家電がいるから10分。猿之助さんが結婚しない理由は面倒くさい。とのことでした。好きだから結婚したいって思うのは、どうかと思うと語りました。例えば、結婚してない方がうまくいくこともあるでしょ？何を見てきたんや？変なもん見すぎや。猿之助さんにとっては、好きが結婚ではないようです。猿之助さんは仕事第一に考えているようで、良い家庭を持ってしまったら、結婚が芸事から逃げるための逃げ道になってしまう。と語っていました。仕事が大好きなのですね。猿之助さんは子供を持つことに、執着がないことも語っていました。その理由は、100年後に歌舞伎があると思えない。カランなのだそう。跡取りを作っても、将来歌舞伎が存続しているとは思えないので、子供には執着していないようです。ダウンタウンナウに出演された際には、継がなくてもいいかな？途絶えさせたらダメですよね。途絶えさせても逆に面白いかなと。とバラエティのボケだと思いますが、後継について面白おかしく答えていらっしゃいました。猿之助さんは今まで、熱愛などのスクープもないですよね。ファンの間では、ゲイなのでは？という噂があります。2011年のインタビューでは、役者は世間に対し、私生活を晒す必要はない。僕はプライベートの話は一切しません。どうしても話してと言われたら、嘘を言います。とプライベートの話は一切しないと言い切っていました。今後も本人からの公表はなさそうなので、ゲイかどうかは謎に包まれるでしょう。猿之助さんが結婚しない理由として、お姉なのではないかという噂もありました。しかしそれは猿之助さんが歌舞伎で、お山を演じることが多いため、女っぽいイメージから来るものだと思います。お山を演じることについてのインタビューでは、お山を演じることは、あくまで演技であって、女性の感覚になりきるという、のではないということですね、と記者は言った。猿之助さんが女性の感覚を持って、ではないですね。なんて言ったらいいんだろう。ただただ美を追求するんですよ、と言った。つまりそれは、男性が思う女性らしさの追求になると、そうですね、男性の考える女性らしさですね、浮世絵のような一枚の絵のように、と語っていました。美を追求しているからこそ、お姉の噂が、広がってしまったのでしょう。しかし、それは仕事柄でしたね。猿之助さんは金銭感覚がとんでもないため、結婚しないのではなく、結婚できないのではないか、とも言われていました。歌舞伎の自主公演の際に、自腹で数千万円も支払った、と告白していました。数千万円ってとんでもない金銭感覚ですよね。バラエティ番組、10万円でできるかな、に、ゲスト出演された時のエピソードでは、猿之助さんは買い物するときは、あまり値段を見ないそうです。高いものでもいいと思ったら、100万円以内なら買うと、異常な金銭感覚を明かしていました。しかし商品に対しては真剣で、本当に欲しいものでないと買わないようです。
猿之助さんが結婚しない理由の、もう一つの理由は性格です。結婚がめんどくさい。金銭感覚がすごいも変わった性格ですよね。他にも、かなり几帳面で、思い通りにならないと気が、済まないという一面があるようです。これは結婚相手を縛ることにもなり、結婚にプラスにはなりませんよね。猿之助さんはストーカー被害がトラウマで、結婚できないという噂がありました。調査してみると、この噂は事実ではなく実際に、ストーカー被害に遭ったのは別の方でした。ストーカー被害に遭ったのは、叔父の三代目猿之助さんさんのようです。三代目猿之助さんは当時、6年間もの間、ストーカーにつきまとわれていたようです。裁判沙汰にまでなり、相手に 200M 以内の接近禁止という判決が出ました。歌舞伎のファンは本当に熱狂的で、ファンの勢いがすごかったのでしょう。猿之助さんは好きな女性のタイプの理想が高いようです。2020年に放送された川柳居酒屋夏美に、出演された際に理想の女性を聞かれると、理想のタイプは、日本人離れした容姿が美しい人と答え、女優の原節子さんと名前を挙げました。とてもお綺麗な方ですよね。他の番組でも理想の女性について聞かれていて、竹を割ったような性格の女性や、スポーツ選手が好みだと明かしました。元競泳選手の寺川綾さんがタイプなのだとか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。